ね、皆さん。ここは有名なとこだよ。だから今日いなかったね、人ね。うん。あのね、違うんだよ。だからあの上のマンダラ島とかあれですよね。上の墓が怖い。あ、そうそうそう。火葬場とか。うん。でもね、過去に1回だけ変な現象が2010年に撮れてんの、俺1回だけ真ん中のトンネル。でも真ん中トンネル電波悪いんだよ。あ、でもテレビでやるのが一番端っこなの。そうだ、電気で電気ないと思うよ。明るいし、あの車来るから、うん、結構上のうちは普通の家。いやいや、あれサリーちゃんの館。うーん、あの言われてるサリーちゃんの館。あれがサリーちゃんの方だよ、ほら。あれがサリーちゃんの方だよ。うん。そう。そう、でかいのがあれサリーちゃんの方。曲がっちゃってるじゃん、また。サリーちゃん、出ておいで。あれサリーちゃんの方。あれがサリーちゃんの方で。あれが。あれが。そう。大丈夫。トゥルさん大丈夫？大丈夫。トゥルさん大丈夫？ちょっと待って。あ、でも今日交通量少ないかも。今日少ないよね。やっぱお盆だからかな。あれがサリーちゃんの方だよ。やば。ほら、あれがサリーちゃんの方。白っぽいに見えるじゃん。あ、こっち行ったもん。でもあんま当てないから寝てるかもしれないから。ちょうどよかったかも。そう。今住んでるって噂があるからね。あ、住んでる住んでる。そう、やめた方がいいや。やめた方がいいよ。住んでるから。戦国生な。全国制、ね、多分俺暴走し始めて多分ヒノキ割山の方まで行っちゃうと思う。あ、わけ見た28年ぶりにまだあるんだよ、うん、実はこのトンネルがやばいんだよ。んここにあるトンネルが、このトンネル行けないじゃん。行けないけどね、これはトンネルがあるのよ。ほら見えるでしょ、水道のトンネル。そう、これがやばいって言わせる。本当は向こう側からも見えるっすよ。そう、見える見える。これがやばいの、これが。こっちのそう、寝てましたね。パン、そう、ここ水道のトンネル。これ入っちゃいけないの。入れない入れない入れない。うん、ほら、あ、ダメだ、腐れ、うん、立ち入り禁止って書いてある。そうね、寿司警察署そう書いてある。さあ、うん、鉄道トンネル来ました。犬線このネット、そこ近づかないで。いた、これがいわゆるね、あのテレビよくやってるトンネルですよ、うん、そう、そこが一番やばいって言われてます、うん、この工事した時に亡くなってるらしいんだよね、うん、なんかいそう。まあ車通るからね。誰か歩いてる。えっ、お化け、なんか横断したの。うん、横断したの。え、それ女じゃないの。なんか歩いてる。電波あるんすかね。ここは電波ある。電波ある。真ん中がない。うん、どこもどうだ、どこもね、真ん中ダメだね。歩いてる、歩いてないよ、もう今の通り。うん、ただ不法通り多いからね、うん、そう、中とかね、怖いかもね。いや、いなかったけどな。横断したんだよ。ここだ、ここだ。今見て、有名なとこね、急遽変更になっちゃった。そう、本当はあそこの雰囲気あるんだけど、ちょっと車がね、狭すぎちゃって。なんかいた、車無理だな。うん、ぶっけちゃうよ、あれ、脱輪するよ。いや、もう、あ、曲がれきれなかったもんね、うん、曲がれないっす、うん、で、路中できるかと思ったらパイロン入ってて、もう民家のとこで。そう、2軒目。詳しい、そうでしょ、もうよく調べてるもん、骨ボツイート。ね、ここほど狭いからね。そうだよね、うん、どうですか皆さん。あれ、今声来なかった、なんか来なかった。ここにいながらね、女性が映ると言われてるところだよね。うんだうんだ、蜂だ、蜂がいた。女性がまた今蜂が見えたら、でかかったですよね。スズメだぞ、それで。スズメ
スズメがいた。今日8、いや夏8時多いな。本当に。ほらすごいじゃん落書き。ねえ。50キロ？ここ。50キロか。黄色でかかったなんか今。髪のシミがね怖いよね。映ってるように見えるけどね。ゲップが。もう1回だけなんだよね、ここね。何回も行ったけど。やばすぎ、シルクさん。いるんじゃない。これぶつかってる？ぶつかってないよね。湿気ね、ここは涼しいよ、中は。中は。外はジメーしてる、すごい。うん。気をつけて、ありがとう。はい、そうか。落書き減った。ああ、そうね。そのサリーじゃなかったね。その昔のだけど、昔はね、人住んでなかったんだよ。で、途中から住むようになったんだよね、多分。で、もうあそこ郵政線とかすごいのよ。安全。いやー、ほんと暑いと腰にこうくぐるね、ほんとね。体力奪われちゃうね。ここは電波あるんだけど、そこの次が電波ないんだよね、薄いんだよね。でもこれは、ここってちなみに昔、逗子で女性が刺されたの事件知ってます？ね、亡くなっちゃったの知ってます？この通りなんですよ、実は。あったでしょ、逗子で、役所が間違えて教えちゃったの、男に、元旦那かわかんないけど。負けて大丈夫、治ってきた、ありがとうね、でもね。そう。知ってる？テレビでやってたよ、でも、ほら。鎌倉役所、ね、市役所が、その、元旦那に、その住所を教えちゃって、その元旦那が殺しちゃったの。あったでしょ。そこの通りなんですよ。あっちの通りなんですよ、刺されたとこ。覚えてる？そこなんですよ。そう。それからでも防犯上明るくしたの、ここ。その事件、暗すぎちゃって。知ってる？でしょ？覚えてるでしょ？あれ。あれがそこなの。地元の人が教えてもらったの。あったでしょ？昔、逗子で、女性が元旦那に、役所が住所を教えちゃって、あれここの、この通りなんだって。ここで殺されたんだって。そう、あっちになこのトンネルで言うとな、それに2個目が有名なトンネルだね、うん、そうあったでしょ、そういう事件しなかった、うん、そうこの分かれ道がね、そうここまでが電波あるんだけどね、でこの上に昔アンビリバボーで井戸あったでしょ、井戸、うん、子供が落ちちゃって死んじゃってっていう、その井戸がそうなんだ、そう、うん、そう、そう、そこをね止まったの？うん。暇ですか？暇ですか？だからあれだよ。よし来るか、うん、福井さん。いや遅いね。遅くなった。福井さん。ネタバレ。あ、そう電波ちょっと悪いんだよね。もう通過した。通過した。道路の真ん中行っちゃった。危ないよ、突っ込んでくるからな。ここ飛ばすから結構。なんか見つけてほしい。どうなんだろうね。でも結構ね、巡視来るよ。巡視来るよ今。うん。結構ね、時間かかる。そう。まあ、なんかちょっと。まあ、本来、本線、車用やから。なかなか来るんだよね。だから、なんか、マンダラとヤグラ君とかね、だから、そっちの方がね、信号長いでしょ、そこが。やばくない？多いかもしれない。変わったもんね。鎌倉の歩道だから。ええあ、いや、あれを聞こえる。声が聞こえる。俺、本物？人間。人間？あ、これ、さ、ほんまくね。人間、今の。見たでしょ。ああ、本当に見た。ありがとうね。こっちは分離なんだ。ああ、全部闘技行ったことあるよ。首なしのね。うん。行ったことある。熊注意看板あるけど。うん。いや、もう、ヒデさん、映っちゃうよ。映っちゃうよ。え、いない？こっちにいるよ。こっちにいる。こっちか。うん、あ、探してんだ。こんな時間に。こんな時間に。怖いね。電話でもしてんじゃないの？
ふーって今来なかった、シェイ君、ありがとうね、今言わなかった、ふーってそのトンネルが出るから、そこに手って、ね、置いて、ここはね、ダメだ、全然出ない、噂がでなんか今、ふーって言わなかった、落下着すごいね、アリさんこんばんは、どうね、ここはね、小坪トンネルですね、でも全然いないね、今ね、なんだ最近いなくなったのかな、いないよね、サンダーそれだもんね、そう止められないんだよね、もう全く、あいさんもサンドリーさんね、どうも、あさっきいたじゃん、そう、今日は1軒目が疲れてたね、ヘビ級だったもんね、久々のね、まさかあんな疲れると思わなかった、これ押さないで無理なんだ、うん、手ってやりたいんだと思って、静かに聞いてみましょうね、あ、火が出そう、あー出た、ごめんなさい、火が出ました、うん、ガスが出た、ガスが出た、ガスが出た、うん、戻ってきた、小坪トンネルね、でも意外とここも電波悪いんだけど、よく行けてんね、電波悪いですよ、ここ、でも風呂あるのかな、今風呂になったの、風呂になったのかな、あ、まあ昔ダメだったんだけどね、うん、あ、プロさんおやすみなさいね、ありがとうね、どうもね、どうもありがとうございます、うん、あ、人通りが増えたから居場所を変えたのかな、いるのかな、海もまま近いね、うん、あ、チャンネル登録ね、グーグルさんどうもね、ありがとうございます、よろしくお願いします、なかなか変わんねえんだよ、信号はお待ちください。帰ってきた。はい。ナスパチありがとうね、どうもね。うん、隠されてもそうだね。なんかあった。青になった。よし。いやー今日なんかバテるな。なんか一個目で。あ、これ繋がってんだ。あっちまで。あっちまで繋がってんだ。ってことはこれ手でやればいいんだ。これ手でやればいいんだ。手で。これ手でやるべよ。骨ボトンで。ちょっとここでちょっと皆さん見てて。このトンネルが火葬場の上のトンネルです。この中はちょっと電波悪いんだよね。うん、車来るね。結構多いね、タクシーかな、バスね、こっちが一般だね、初、ここ初じゃないんだけどね、何回も行ってんだけど、うん、大丈夫、あと小坪トンネル、ここ有名なところ、うん、これがあの火葬場のね、そういい家だもんね、ほんとこの時期は暑くてね、もう体が参るね、車多いでしょ、まあ、有名すぎちゃってね、なんかね、何これ枝か、うん、今日出なそうだね、なんかね、お盆休みだからか、うん、やりがいよかった、何回も壊れたなっていう、どこまで行けんだろう、電波この上まで行けんだろうな、うん、あ、行かない行かない、大丈夫だよ、フェンスは越えたらやばいからね、また寝ちゃった、もう疲れてんじゃないね、
隧道ってどうなんだろう、トンネルって言わないの、違うの、隧道、隧道って昔の形式の名前でしょ、多分昔は隧道だったでしょ、だから古いやつとか結構隧道多いよね。誰かいますか、寝た方がいいと思う、多分おそらく上の井戸行ったんだけど、ライドさん行ったんだけど、もう草ぼうぼう、うん、草ぼうぼうで見えない、うん、トンネルの上の火葬場所は行けないんだよ、これセキュリティ入ってるから、うん、そうね、大丈夫、秋下さんも、秋下さんも、うん、昨日のライブの配信途中から見たから終了後全部見た、ありがとうね、ケルさんね、どうも。あ、新生子の話、新生子の話はだから、そう、言ってたね、忘れようか、僕の先輩に聞いた話なんだけど、新生子ね、その先輩っていうのは全く心霊スポット興味ない人なのね、逆に行きたくないタイプで、僕が行ってんの知ってたから話してくれたんだよ、その先輩からの話で、まあ、ある日その先輩の友達が新生子に昔は釣りができたのね、で釣りをするためにちょっと夜駐車場で仮眠してたらしいんだね、うん、いい、こうそう関東大事だね、でそれでね寝てたらね、運転席のドアをた、ま、窓ガラスかな、叩く音するんだね、トントンとトントンと、ふって起きても誰もいないわけです、誰もいないです、で再びね、またちょっとね、あれ誰も気のせいかなと思ってまた寝るわけですよ、そうするとああちょうどよく眠くなってきたなーところに、トン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 ってまた叩くんですよ、ふって見るとねいないんですよ、で降りてみて周りを見たんだけど誰もいない、あれ気のせいだったのかな、再びまた少し仮眠をすることにしてまた寝るとね、トントン大きくなってくるんですよ、ドンドンってドアを叩くような音するんですよ、ふって起きてふって周りを見たら誰もいない、でまたドアを開けてね外を見るんだけど誰もいなく、いやーこれは気のせいじゃないな、なんかいるのかなとその先輩の友達はね思ったそうなんです、そんでねまた少し時間を起きてたことに起きてたんですよ、起きてたらその後に眠くなってきてうとうとうとしたらトン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 ドドドドドドってものすごい揺らすんですよ、叩いた後にふっと目が覚めた瞬間に運転席の窓に縛りつく血のついた髪の長い女性がこっちを見てじろーっと見て、次はお前の番だよと言われて、その友達は気を失ってしまって、うわーって言って気を失ったわけですね、で翌朝起きて見ると、運転席の窓ガラスに血のついた手形がついたわけです、そう、それはまた違うパターンなんです、これこの方が何また違うパターン、それも結構多いんだよね、話の内容でね、これでも本当の話なんだよ、なんだけどね、でやっぱりそれ続きがあるんですよ、その後次の日に先輩に会ってその話をしたけど先輩は信じなかったらしいんですよ、それから3日後にその先輩の友達は血だらけになって亡くなってたそうです、どうでしたか、死んだらしいですね、死んでたらしいですね、それは遺族から聞いたらしいですね、血が出て、なんか何もなくもう顔面から血が出ててそのまま死んでたらしい、聞いたことあるでしょ、お前言ってたでしょ、僕怖いでしょ、これ本当なんだよ、本当のその先輩の話だから、その人全く興味ない人だから、うん、これは本当に実話みたいな、うん、で亡くなってたらしいですね、うん、
だからそれから僕新生子行った時に怖いなと思いますよ、うん、正直ね。あれみんなどこ行ったの？そこで2人さんのヒデさんのところでやってるんだ。じゃあ今度こっち行こっか。ガチ、これガチな話、ほんとに本当だ。鶴さんやす、もうお疲れだね、鶴さん。お疲れでね。上にいる？上にいる？うん。うん。亡くなって本当やばいんだから、その新生子っていうのは本当にそういう話が結構多いの。あのね、新生子ってね、底なし沼みたいになってて、落ちたら釣り人がよく亡くなってるらしいんだよね。だから今はもうなんていうの、釣り禁止になってるわけ。だからそういう話もありなのかなと思うね。やっぱ深いみたいね、すごいね。うん、本当なのかもね。嫌だよね。だから僕も行ったけど、やっぱあそこ怖いよ、やっぱり。うん、マジで新世界はなんかあるなと思う、正直。そうだね。怖いとこなんだろうね、多分ね。ラーメン、ラーメン、ソースさん、ソースの友達とかもそう親友だね。うん、チャベさんはね、そう怖いでしょ。おばん嫌い。うん。そう、上は多分そうじゃない。今井戸行ってんじゃない。僕らも井戸行ってきて、もう草ぼうぼうだからちょっとやめた。うん。で今真ん中のトンネル行ってきて、今度こっち行って、うん。これね小坪トンネルっていうふうなところね。でちょっと下の踏切行きましょうよ。最近ね。うん。せっかくだから。もうここまでは電波行けてるんだ。真ん中越えちゃうと電波悪いんだ、ここ。だある程度理解してれば電波止まらないでうまくいける可能性が。ここ結構電波悪いのよ。でも最近ちょっと改善されたっぽいな、電波が。お盆で安いもんね。お盆墓？え、これなんかあれ女性の髪の後ろ姿見えない？髪の長い女性が裸になって、こんな感じになってるんですよ。あ、静かだな。今何時？ちょうど1時。あ、1時なんだ。もう1時なんだ。何気に1時なんだね。もうあと1か所ぐらいだな。もう体力的に結構もう無理だな。うん、友達じゃないよ。うん、普通にほらそんな話せないよ。僕も忙しい人間だから。友達になってもなんか悩み事聞かれてもね、毎回負けは無理だよ。忙しいから僕も。これ仕事してるから僕もね、暇だと思っちゃいけないよ。僕昼間とか動画編集とかね、お仕事もらってるの。忙しいのよ僕。病院通いながら空き時間で動画作ったりとかね。ねえ、いい、大丈夫ですよ。謝らなくていいんですよ。暑い。ここはよく女性の霊が出るって言われてるけど、本当なのかなって僕は思うけどね。壁汚い。うん。でもここが一番涼しいんだよな。涼しい、涼しい。そう、ここが一番涼しいんだよ、なんか。そう、トンネルの中はやっぱり一番涼しいじゃん、なんか。うん。いいえ、大丈夫。まあ、生ライブはね、その仕事だからもんね、これね。だから全然いいんですよ。仕事のために頑張ってるの。ね。そう。ブンと落とした。いや、出る感じ全くないね。今日1カ所目は出る感じがあったもん。うん。昔ここはないな。全くなんか、そんな感じがしない。はい、じゃあ小粒トンネルでした、皆さん。お疲れ様です。はい。